日本東京都千代田区外神田外神田は東京都千代田区の地名。住居表示は実施済み。現行行政地名は外神田1丁目から外神田6丁目。郵便番号は101-0021。東京都千代田区の内神田川の北側に張り出した位置にあり、一般的に秋葉原と呼ばれている地区にほぼ相当する。千代田区。 神田地域の最北端に位置し、文京区、台東区との区社会にあたる。1878年11月2日の軍区町村編成法施行以降、この区域は神田区に属した。1947年3月15日に神田区は麹町区と合併して千代田区が誕生したため、以降千代田区の一部となった。1964年12月1日に千代田区内では、 最初に住居表示が実施された。これにより、古くから続く町名の多くが消滅した。本住居表示実施に対しては、町名保存を求める運動へとつながった。この影響もあり、神田愛大町、神田花、岡町、神田練米町、神田佐久間町一丁目の各一部と、神田松永町では、住居表示が実施されないまま現在に至っている。江戸府内より見て神田川の外側を、 外神田と称したことが名前の由来で1964年の住居表示実施による町名変更の際、この名が新町名に採用された。明治2年、まず町人地において町割りの整理が始まった。同年12月12日、神田大よ町より火災が発生した。この影響で神田亀十町全部、神田竹町全部、神田佐久間町一丁目一部、 神田平川町西側、神田松永町大通、中通り、神田余町飛び地が、非除地となり、武前小倉藩小笠原家中屋敷に大地を与えられ、以下の町が成立した。明治5年、武家地にも町名が設定され、おのおの隣接する町に編入されるなどした。明治7年家所地に、神田花岡町が設定され、一応の整理が完了した。 外神田地区における住居表示実施前後の町名町域対象地図外神田1丁目、外神田2丁目、外神田3丁目、外神田4丁目、外神田5丁目、外神田6丁目2017年12月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、 千代田区の中学校では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。鉄道道路バス、千代田区立昌平小学校公共機関、教育機関企業神社名所旧席、ありがとうございます。